煎茶道を学ぼう。売店門を通り路地で手を清めます。日常から無の世界に入ります。手と口を清めていきます。床の間を拝見し、お客様のために用意された趣向を読み取ります。まず、茶器を清めます。茶碗を温め、茶葉を量ります。日本茶、最高級の玉露を使用します。お茶が出る間にお湯をこぼしていきます。小川のせせらぎのようにゆっくりとこぼします。お茶が入ると茶卓にのせます。丁寧な所作を身につけると心の在り方も変わります。慌ただしい時代だからこそ心にゆとりと潤いを。煎茶道では人としての大切な心を学ぶのです。